芝野立山文化4年12月1日は、江戸時代の儒学者、文人である。名は、国彦であり、字は、彦助である。佐抜国で生まれた。関西の三博士の一人として知られる。原文元年に、佐抜国三木群群村,村で誕生する。父親の名は、芝野危機であり、母親の名は、芝野宇屋である。関園元年に、高松藩の儒学者。 後藤芝山のもとへ通い、儒学を習った。法暦三年に中村文介と共に、江戸に赴き、湯島聖堂で学問を学んだ。湯島聖堂の学習を終えた芝野は、明和二年に高橋都南から国学を中心に学問を学び、明和四年に徳島藩に儒学者として使えるようになった。明和五年には徳島藩主、八塚茂木と共に、 江戸に再度赴くこととなる。江戸に着いた後、安永5年に徳島半島主の自読に就任する。天明7年には、江戸幕府老中、松平定信から呼び出され、幕府に仕えるように進められた。以後幕府に仕え、完成の改革に伴う完成医学の金を指導するなどの評価が高まり、完成2年に、湯島聖堂の最高責任者となった。 文化元年に白内障から回復したことに対して、祖職が、大彦赤に送った詩を書いて、三井コレッチカに送った。文化4年には、玄武道を命名している。同年、12月1日に死去した。明治44年、14位を追贈された。田尻左辺、増意書見伝増保板上特使増意年表、P27。ありがとうございます。